バリアが行っていてもやっぱ好評だったっていう話をしてましたけれども、はい、グランサンソーであの山の名前だったりするんですけど、うん、だから多分ニットを作るのにあたって結構水って大事だと思うんですけど、うん、そういうところの血のりもあるのかな、うん、だからただ着てるだけでなんかあいいニット着てそうだなっていうのが伝わる、うんうん、はい、ドレスシャツとかに合わせてあげたりとかしてもすごく映える。今回入ってきたこのニット4型、はい、もうまさにその綺麗なこう自然の中でこう作られたっていうのがこう分かるような、ね、はい、なんとも淡くて素敵なお色、はい、中にシャツを入れると、はい、ちょうどいい襟立ちをこうしてくれて、うん、ここの首元のこのシャツの見え方と、はい、この立ち方がすごい綺麗に出ます。 V ラインが、はい、上品な V ラインね、プラスアルファ1枚ちょっと足してもいいんじゃないかなっていう感じのプライスになってます。こんにちは。こんにちは。ヤンデルのボビナーの片方でございます。藤川です。本日はグランサッソのご紹介でございます。はい、春らしい色のニット4型入ってきておりますと。はい、はい、まあもう本当に使いやすい、はい、何の何ですか、もう本当に定番の形、シンプルな、はい、なんといってもお色が春めいた感じの、そしてこのハイゲージな感じも長くお使いいただける。生地は、生地はウールとカシミヤコンボなんですよ。そう、ウール90のカシミヤ10。なるほど。でカシミヤラナって書いてますね。そうですね、ですね、はい、あの全て共通してそんな感じです、はい、なので春先まで全然使えそうなものがたくさん入ってきているんですけれども、はい、グランサス、はい、なんかこの間 あの店内ツアーでもあの、うん、バイヤーがピッティでもやっぱ好評だったっていう話をしてましたけれども、はい、まあ、1952年から、はい、スタートしてもう70年ぐらい、すごいですね。すごいな、意外と長い、長い意外と長いですね。はい、あのグランサッソってあの山の名前だったりするんですけど、うん、あれなんですかね、工場も清潔感があって、あの広大な土地に、はい、もう整然とこうなんか塵一つ落ちてないんじゃないかぐらいなこう完璧な工場を持っていて、コーポレートサイトからそれが伝わってくるレベルなので、はい、もうさぞかしあの現地行ったら、はい、あのすごいんだろうなと。そうですね。多分ニットを作るのにはだって結構水って大事だと思うんですけど、うん、染色ね、はい、するので、はい、そういうところの血のりもあるのかなという感じではあるんですが、はい、今回はそんなグランサッソ。そうですね、はい、なんかもう今回入ってきたこのニット4型は、はい、もうまさにその綺麗なこう自然の中でこう、うん、そのなんていうんでしょう、こう作られたっていうのがこう分かるような、なんとも淡くて素敵なお色、かつこの肌触りとなり、このなんとも言えないこの風合いがなんかちょっとこう特徴的ですよね、今回のこのニットはね。この首のところとかこのステッチのところとか、当たりじゃないですけど、あの製品染めのムラ感が、うんうん、あの全体的にこう際の部分に目立つ感じであるんですよね、はいはい。でこの何とも言えないですよね、このなんて言うんでしょう、はい、首元のステッチの周りのこう、ね、ちょっとの色ムラ感とか、はいはい、こうニットなのでこうちょっと伸びた時のここのこの風合いとか、はい、この肩のステッチとかっていうのが、そうですね、本当に何とも言えずこう、うん、素敵な雰囲気を醸し出してくれる感じです。はい、なんかただ着てるだけでなんかあいいニット着てそうだなっていうのが伝わる、うんうん、はい。であのやっぱり大人の方ってあの どうしてもというかあの結構無地であのアウターとかあのジャケットとか揃えると思うんですけど、うん、そういった無地のアウター系にあのインナーとして挟んだ時に、うん、あのこのムラ感がすごい表情になって、うん、あの出てきてくれるので、そうですね、ただのぺっとした感じじゃなくてなんかこうちょっと立体感を持たせてくれるような雰囲気になります。ただニット着てるだけじゃないっていうのが出やすい、うん、表現しやすい、はい、そうですね、はい、はい。やっぱり綺麗めのデザインというかシンプルなデザインなので、うん、あのどちらかというと綺麗めなシャツとかドレスシャツとかに合わせてあげたりとかしてもすごく映える、ね、はい、もちろんあのなんか T シャツとか普通の1枚でペロンと着ていただいてもその独特の風合いで、はい、なんかこういい感じの雰囲気が出ます。はい、でなんかごめんなさい、参考としてちょっともうパパッと合わせただけなんですけど、はい、こんな感じで、まあ、あの定番色のジャケットを元に、はい、あのいろいろ入れてみてますが、うんうん、もう本当にあの難なく使える、はい、アイテム。そう、これなんかは、チャコールグレーに中はこのカーキというかグリーンの、はい、渋グリーンのニットをちょっと合わせてみたらこんな感じ、はい、で、ちょっと主張しているストライプの柄に無地のこういう雰囲気とか、これネイビーですね、はい、ネイビーブルーって感じですかね。そうですね、あのすごい濃紺っていうよりはちょっとブルーな感じのインディゴ系、はい、そうですね、インディゴ系ですね。
でまたあのグレーとあのこのトープっていう、うんうんうん、あのラグジュアリーカラーの定番みたいな。ああね、そうです、淡いお色ですね、はい、はい、見てますね、はい、こんな感じです、うんうんうん、あとボルドーとか、はい、あボルドーを1個ちょっと見て、はい、基本的にあの全部で8色展開がございます、うん、こんな感じです、うん、ボルドーも素敵ですね、すごいね、まだこれ木村拓哉さん、はい、がこの色のタートルに黒いスーツ、おー大きいハットをかぶって、あ織田信長が、はい、あの、はい、スパン戦なのか何かに出てました。ああ、いいですね。全く同じこういうボルドーです。こういうボルドーですね。タートルネックの、ああなるほど。色気がやばそうですね。ね、そうですね。いいお色です。渋くて。そう、なんか渋い親父にこそ着ていただきたい。そうですね。いいですね。色かもしれない。はい。で、なんかクルーネックセーターとか。タートルネックは皆さん、あ僕も今タートル着てますけど、はい、すぐイメージ湧くと思うんですけど、うんうんうん、なんかあのジップカーディガンって、うんうん、多分着慣れないというか、うん、方も結構いらっしゃるんじゃないかなと、うんうんうん、どう合わせるのかっていうところもあるかと思うので、今回はちょっとこれをあの着て、はい、あのご紹介しようかなと思うんですけど、はい、こちら今かけてる、はい、ちょっとネイビーのチェック柄に淡いブルーのこちらをちょっと着てあのご紹介していこうかなと思います。はい、はい、ちょっと着替えてみます。着ます。はい。はい。はい、ニットは何本持っててもいいですか。ぜひって感じなんですけど、はい、こんな感じで淡いブルーにネイビージャケットでスーツに合わせてます。はい。このハーフジップのいいところは、はい、中にシャツを入れると、はい、なんて言うんでしょうね、ちょうどいい襟立ちをこうしてくれて、うん、ここの首元のこのシャツの見え方と、はい、この立ち方がすごい綺麗に出ます、うんうんうん、なんかあれですよね、ちょうどいい高さなんか最近あのモックネックってすごい人気じゃないですか、はいはいはい、なんかまさにそれぐらいの襟立ち感なのかなっていう感じです ね、 ですね、全部締めるとこんな感じの高さ、はい、ちょうどここ当たらないぐらいでこうなんていうんですよね、でだけどあのモックネックみたいにここがこう閉まってないので、はい、ちょっと開けたりとかもできるっていう感じです、うんうん、なので1枚で着るときはモックネック風に上まで上げていただいて、はい、中にシャツを入れたときだけちょっと今みたいにちらっと開けていただくと、うん、それでもこうピタッとこうなるわけじゃなくて立ったまんまでこうピュッと綺麗に開いてくれる、ね、こんな感じ V ラインが、はい、上品な V ラインになりますね、あのひげ生えてると本当にこう長いとなんかもじょもじょして嫌なんですよこういうぐらいがありがたいですよ、はい、本当に本当に一応脱いでみると、はい、こんな感じになります。そうですね、まあ、ちょっと今日はスーツ着てますけど、はい、まあ、これがジャケパンスタイルであった時のジャケットを脱いだっていうイメージでも全然こんな感じです、はいはい、あでサイズ48を着ております、はい、ワンスあのジャケットとかだとあの今着るヘルノのジャケットも昔46、48がどっちかなって感じなんですけど、うん、あのグランサソのニットは迷わずワンサイズアップしていいかなという感じのサイズ感ですね。そうグランサソはブランド全体としてもともと日本人体型にすごいよく合うサイズ感で、うんうん、ちょっとなんていうんですか、着丈が短めで、はい、全体的に細身です、はい、なので普段46だったら48でいいかな、まあ、あと46、48どっちだろう、48も持ってるし46なんだよなっていう方はもう間違いなく48みたいな感じのお選び方をするのと、あとは何でしょう、肩周りがっちりされてる方とか、あと何でしょうね、なんかこう背が高い方とかはやっぱりワンサイズアップされても全然こう着丈が長い感じにはならないので、そうですね、はい、おすすめします。ちょっとサイズダボっとならないですね、ダボっとならないですね、はい、という感じですね、はい、でちょっと先ほどのこのスーツはちょっと着物がかった秋冬っぽい素材なんですが、こう春っていうのを意識した色合いでこういう雰囲気も楽しめそうですね、はい、いいですね、うん、一気になんかこう爽やかになりますね、色が合わせる色変わるだけでこんなに変わるね、雰囲気が変わりますね、はい、こういう感じも、これはヘルノのラミナーの一枚仕立ての、はい、あのステンカーだったんですね、これは春のスプリングコートみたいな感じで入ってきております、はい、はい、ですね、はい、あとはあのアウターと合わせてもいいんですけど、うん、今の中あの中間の季節だとこうベストと合わせてこういう使い方も、うん、素敵ですね、あのこうジップインジップみたいな、はい、よくありますよね、ここにライナーのついた感じのイメージの中をニットバージョンにするみたいな感じでこう使っても
素敵だと思います。いいですね。はい。ちょっとあのモコモコしたダウンだとあのギャップ出ちゃうので、はい、あれですけど薄手のこういうタイプだといいかなと思います。はい、はい、またその合わせる色も素敵ですね。その淡いグレーのですね、あのラグジュアリーカラー素敵です。はい、はい、そうですね、いいですね。はい、白パンとか合わせて、まあ、あのちょうど季節もだんだん春に向かって、今ちょうどこの撮影してるのが2月の中真ん中ぐらいの時期なんですけれども、はい、まあ、だんだんやっぱり春に向かってあの寒いんですけど、特に札幌まあまあすごく寒いんですけどあの日の光がだんだんこう3月に向かって、春分の3月に向かって、はい、だんだん長くなってきて、なんか明るいあの日がだんだん照ってくるようになるので、そうですね、そういう時にでもやっぱりまだ寒いからニットを着たいなとか、まだまだ冬服だよねっていう時のちょっと差し色という感じで、うん、あのなんでしょう、その日の光に合うような、うん、あの爽やかなお色って明るめのお色っていうのをどんどんこう取り入れていきたいなっていう時期だと思うので、これぐらいの、ハイゲージの薄手の軽やかなニットかつ色も軽やかにするっていうのは結構ポイントなのかなと思います。はい、ちょっと薄手なのであのかなりなんていうか長いシーズン使えますし、うん、使えますね。はい、カシミヤもちょっと入ってるから薄手だけどあの保温性もちょっと足されますし、はい、というところで、はい、いいんじゃないでしょうかね。ちょっとボルドーは先ほど話題に出たのでちょっとこのボルドーもあの僕が着るとどんな感じになるかちょっと着てみます。あの、はい、ジーンズとかで今度合わせてみます。はい、ちょっとカジュアルめに合わせてみます。はい、はい、では、はい、ボルドーもボルドーでございます。はい、はい、こんな感じ、なんかちょっとあれですね、クラシカルな雰囲気になりますね。ね、でも全身黒の中でもなんて言うんでしょう、はい、これでこう真ん中に先ほどみたいにちょっと明るい色をバシッて入れてしまうのもいいんですけど、なんか今全身黒なので、うん、はい、なんかこれぐらい渋赤だとなんかかっこよさが増す感じがします。 すごくなんか相手、ね、上もレザーですし、あ、そうなんか東京界隈でその白黒コーデみたいな白と黒だけのコーディネートがあの結構皆さん多くやると思うんですけど、ちょっと飽きてきたなっていう気持ちもちょっとあると思うんですよ。だそんな時になんかあの中の色を変えると、うん、あの白黒だとなんでしょうね、ちょっとアクティブなイメージなんですけど、はい、よりダンディーな方向で、うんうんうん、あのちょっと表情を変えれるかなと思う、はい、そういうトライもいいんじゃないかなと、うんうんうん、でボルドーもタートルネックもありますし、はい、クルーネックも、はい、もはい、ありますので、あのこのジップに限らず、うん、はい、これはただ木村さん真似しただけなのでご自身のお好みで、はい、はい、そうですね、お選びいただいていいんじゃないかなと思います。はい、はい、でもなんかすごくそのデニムとの相性もいいですし、はい、これがまあ別にね黒じゃなくてもいいとは思うんですけど、そうですね、ただちょっと試しにかっこよさを追求した黒コーデ、はい、かつちょっと差し色のボルドみたいな感じですね。はい、はい、こんな感じでした。はい、はい、という感じで、僕もあのお店からあのグランサスを何枚か持っているんですけど、うん、あのずっと着てても本当にあのもちろん毛玉は全然できないし、うん、あのここだけクルーネック着てても、はい、ここがなんかだれてくること全くないんですよ、うん、はい、うん、で今回がなんと、はい、あのかなりいい感じの価格でお出しできているということなので、はいはい、これはもうそうですね、グランサッソは品質と価格のすごいそのコストパフォーマンス的な意味でいくとすごく高くて、うん、ニットってやっぱりもう本当ハイブランドになる、なればなるほどとても結構あの値段的に高くなってしまうところびっくりしますね、はい、元々の定価設定っていうのも、はい、そこまですごく高くなくて、うん、しかも今回ご紹介しているのがウール主体のカシミヤコーンなので、うん、元々の定価も4万ちょっと切るかなぐらいの定価です。はい、はい、で、まあ、もちろんジップとかによって若干値段の違いはありますけど大体4万前後ぐらい、はい、で、まあ、今回それもさらにセール価格でご紹介ができますので、はい、ちょっとまだお持ちじゃない方はぜひ1枚試しに、はい、でもう持ってるよ、たくさん買ったよって言ってくださってる方とか他のニットももちろんいろいろ持ってるよって方はぜひあのプラスアルファ1枚ちょっと足してもいいんじゃないかなっていう感じのプライスになっております。プライス推し当店スタッフ全員激推しのブランドなので、はいはい、ぜひ一度肌にこうまとってみてください。本当に着心地最高でございます。はい、PT もそうですけどリピーター非常に多いです。あ、そうですね、うん、そうですねっていう感じのブランドですので、はい、ぜひお試しください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。